こちら、かわいものです。今日はですね、ちょっとね、コメント欄の方に、いろいろのね、有益な情報の方をですね、ちょっといただいてですね、それをですね、ちょっと分析しながら、ちょっと皆さんに、公開していきたいと思います。まず一つなんですけども、ですね、今回 の、情報なんですけども、どういうことかというとですね、これですね、ナシルイエイさん、はじめまして、いつも勉強させていただいております。シェアしたい動画があります。ナイフを持つ狂人は本当に怖いですし、対策が難しいですね、ということでですね、動画のリンクの方をいただきました。でこの動画のリンクなんですけども、これ中国のある都市でですね、いわゆるその、露天商というものがいますよね。露天商というものがいて、その露天商といわゆるその都市管理をしている、政府の関係の方とですね、喧嘩になって口論になって、そこからこう、死傷事件に発展していくという動画なんです。ですからその露天商の、見た感じ、普通のおじさん、おそらく50から60の間ぐらいですかね。そんなに若い感じには見えないですけども、年齢に関してはちょっと分かんないですけども、いわゆるおじさんと、で小さなおじさん、そんなに背も高くない小さなおじさんがですね、露天商であって、で刃物を持っている。で逆にその都市管理の方の人間っていうのは、ある程度若い人間ですね、30から40の間ぐらい、もしくはもうちょっと若いのかもしれない、20代かもしれない。で体が大きくて若い人です。でその人たちとですね、言い合いになって、いきなりこの刃物をですね、取り出して、それでもう刺しにかかるという動画なんですよね。でその後にですね、いろいろとこう吸ったもんだして、でその人物が逃走してですよ、でそれを追いかけるわけですけども、その途中にですね、パイプというか鉄パイプなのか、ああいったパイプの状のこういった棒、長い棒を持ってですね、それで追いかけて、なんとかこう捕まえようとするんですよね、自分たちね。でもちろんその間に警察には通報しているという状態なんですけども、で実際問題、私がその何度も言ってますけども、鈍器というもの、いわゆる打撃具というものの有効性についてですよね。これですよね。で私が言ってるのは、もちろんその素手でタイナイフをやるよりは、こういったね、その身の回りのもの、鈍器とかそういったものを、打撃具を使用した方がいいっていうのはもう当たり前のことです、ね。でもちろんそれを、それと同時にですよ、防護盾というか椅子でも何でもいいですけども、そういったものを使用する。でもちろん椅子なんかでも叩くこともできますしね、それはそれでいいんですけども、私がなぜ常日頃からね、護身具って言ってるかというと、実際問題、その身体能力がまずいるということ、それから容易にやはり接近されるという理由もあるんですよね。であとはやっぱりその速攻で無効化させないと、やはり刃物を持った相手にはなかなか勝てないというか、相手を迎撃することはできないということなんですよ。それが現実なんですよね。ですから私は常日頃から言ってるのは、まず真っ先に出るのは、防護盾になるものと、片手で持てるものですから、椅子とかだと両手になっちゃいますよね。だから片手で持てるもの、どんなものでもいいですけども、基本はやはり身近にあるバッグ、ね、でもう片方の手で、利き腕の方でですよ、催涙スプレーを持って、それで無効化する、防御しながら無効化するという方法が一番いいって私は言ってきましたよね。それをね、やはりね、打撃っていうのは結構相手耐えれるんですよね、アドレナリンが出てる時にね。ちょっとですね、見ていただきたいと思います。動画見ましょうか。はい、ではどうぞ。你走唔走唔甩？追佢！
注意かい、注意かい。上海，上海，上海，拿回单，拿回。你上海。有啊，有有有，哎。はい、こういうことですよね。どうでしょうか。これが現実ですよね。で、この動画に関しての真偽、いわゆるそのについてですね、まあこれその後に私ちょっとこうやり取りをさせていただいて、まあ私の方は動画ありがとうございます、これですね、私の言いたかったことは対立のみでなく、アドレナリンが出ている相手には鈍器すらもいかに効かないかということですと。やはりサイレンスプレーと防護盾でしたね。この動画当チャンネルで、いずれ公開しますということで、まあ、今公開してますけども、それに対するナシルさんのお言葉が、ご返事ありがとうございます。先ほど Facebook で、当該動画はドラマか映画撮影の一部という噂が流れていましたので、すみませんが一度本物かどうかご確認した方が良いかもしれません。私がシェアしたにもかかわらずすみませんということで、私はその後ありがとうございますと一度確認します。そして今確認調査いたしました。まだ完全ではありませんが高い確率で本物です、以上ですということですね。で、私これ調査しました。で、調査しました。で、そしてですね、これまあ見ていただいたら分かるんですけども、これちょっとね、私中国語っていうのは苦手なもんですから、まあ、英語の方でですね、まあ、翻訳してこれ実際にやりました。で、事件が発生したのはですね、これまあニュース実際これあります、ページがもうね、これ記事、即時新聞というのがありますね、いわゆるこれは中国系、香港の方であれですかね、ちょっとまあ中国系だと思うんですけどね、総合報道と書いてますよね、これ実際の報道でありました。で、その時の動画の中の一部に警察に逮捕されて連行されてる場面ですかね、だと思うんですけども、警察はいますよね。その動画も実際公開されております。最後警察在事发地方附近拉了个阿叔，而两个受伤的城管现在伤势稳定。つなぎでね、ですから実際にあったということ、そしてその事件の、まあ、概要なんですけども、やはりその先ほど言った通りで、
いわゆるグアンドンプロビンス、いわゆる広東省ですね。広東省のジャンメンシティ、ジャンメンシティ、ジャンメンシティっていうのは、広門市ですね。広門市と、広門市っていうのがあります。あの絵のね、絵の門と書いて、広門市は中華人民共和国広東省に位置する中地球市ということらしいですけども、この広門市というところで、発生した事件です。で実際にこれ見ると時間まで詳細に書いてます。ね、書いてます。これ英語バッと見ると、ね、9 o'clock って書いてますから、9 o'clock in the morning、サタデーモーニングって書いてます。ですから土曜日の朝9時に発生したということがしっかりと書かれております。で、そこに、言ってるのはですね、Hawkers involved in the case were sitting in front of the Jianmen Water Street Market。ってことは、いわゆるこの実際にこの発生した事件の、ね、場所っていうのが、Jianmen Water Street Market ですから、広門市の、Jianmen Water Street Market ですから、ちょっとこれ、実際の読み方っていうのはちょっと私も、はっきりまだしてないんですけども、まあ、いわゆるその、マーケットがあるんでしょうね。このジャンメンシティ、いわゆるその広門市にですね、マーケットがありまして、ストリートマーケットがね。で、そちらの方で、この露天商がいてですね、物を売っていたと。その時に関して、それに関してですよ、その都市管理の人間が、ちょっといろいろと文句をつけて、ここから出てけというような形になったんでしょうね。で実際問題こういった問題は多いらしくてですね、もちろんこういった死傷事件だけじゃなくて、いろいろな問題が発生して、この都市管理の人間とこういった露天商だとかそういった方々とぶつかり合いになってるらしいんですよね、普段からね。でその中の一部の事件なんですけども、で、そうですね、この、相手にです、この露天商に出てけといったところをいきなり刺されたっていうことが書いてますよね。それはもう動画を見ていただいたらそのままですよね。はい。はい、そういうことですね。で、その後ですね、この後、追いかけていって、やられて、逃げて帰ってくるんですけども、棒を持った方はね、逃げて帰ってますよね。で、その後に警察が駆けつけて、警察がこの犯人を逮捕して、確保して終わったんですよ。ね、ですから、状況としては最終的にはもう逮捕されたということなんですけども、私がやっぱりこれ注目したいのは、これ本当何の変哲もないおじさんですよね。何の変哲もないおじさんが刃物を持っていきなり襲いかかってきたと。で、この人がなんかすごくなんか格闘技に優れてたとか、武道に優れてたとか、そんなことではないんですよね。そういうことじゃなくて、やっぱりそのどんな人間でも、もう怒りが沸点に達してですよ。で、アドレナリンが出てですよ。で、もう特攻のようにですよ。もうどうなってもいいっていう気持ちで来た場合は、ものすごく恐ろしいんですよ。ね、だから棒ぐらいでは何ともならないっていうことになります。はい、いいでしょうか。はい、今回ねそういうことを私ちょっと言いたかったですね。ですから私は催涙スプレー、催涙スプレーって言ってのはそういうことです。無効化しやすいので、ね、でもちろん前も言いましたけども、催涙スプレーより、万能な護身具があるならもちろんそちらの方へ行けばいいということですよね。でも今のところ催涙スプレーが一番いいんじゃないかなと、手っ取り早く無効化できるのではないかなと私は思いますね。スタンガンだとね、またその、威嚇能力はありますけども、相手に対して相手を無効化するってことはなかなか難しいので、そこですよね、問題。はい、ということです。はい、ではまた次回の動画で、お会いしましょう。はい、ありがとうございました。